こちらは横浜市に去年11月に開設された子どもホスピスです。藤坂さん、ホスピスという場所を知っていますか？そうですね。末期がんなどの死が近い患者の看取りをする場所という印象があります。そういうイメージを持つ人も多いのですが、ここは決してそうではなく、今を生きる重い病気の子どもたちの命を輝かせる新たな役割の場になっています。三つつねれいちゃん、4歳。この日訪れたのは、横浜市金沢区に去年できたばかりの横浜子どもホスピス、海と空のおうち。命に関わる重い病気を抱える子どもたちが、家族と一緒に日帰りや短い宿泊で遊んだり学んだり、楽しい時間を過ごすための施設です。れいちゃんは2歳の時、小児がんの一種、白血病と診断されましたが、治療を受けて1ヶ月前に退院し、徐々に元気を取り戻しています。年くん待ってんの、年太郎待ってんの。年太郎くんに作るかな。あと2分で。あと2分。ここで同い年のいとこ、年太郎くんと一緒に遊ぶ予定です。退院してから同世代の子供と遊ばせていなかったので、初めて今日退院してから遊ばせようかな。お待ちかねの蓮太郎くんが到着。すると、れいちゃんはおもてなしに大張り切りです。ありがとう。なんだろう、足取りが軽やかで、ちょこちょこちょこって笑顔で移動してるあたりが本当に嬉しくて、たまんないんだろうなっていうのを感じます。一緒に施設の中を探検したり、景色を眺めたり、庭にある大きなブランコからは2人とも30分近く降りませんでした。れいちゃんのように重い病気と戦う子どもたちには、さまざまな感染症が命に関わる危険があり、家の外で友達と遊ぶ機会はほとんど作れないのが現実です。ここは家一軒を貸し切り安心できる環境で、常駐する看護師や保育士などのスタッフが子どもたちや家族に友として寄り添います。夜とかなかなか寝れずに、今後の娘の生活のこととかを考えて心配になってしまったりするんですけど、ちょっとこう話を聞いてもらうことでリフレッシュできて、その場所がなかったらこんなに明るく生活できてないのかなっていうふうには思います。はい。子どもと家族の第二のお家という子どもホスピスは、計画から7年、一人の父親の思いによって生まれました。施設を作った NPO 法人の代表理事、田川久人さん、65歳。25年前、それまで元気だった6歳の娘、はるかちゃんに、突然、がんが発覚しました。一緒に遊んでいて、何かこう足を引きずっていることに気がついたんです。これはおかしいというところで総合病院に連れて行って、そしたら悪性の脳腫瘍で、脳幹というところに腫瘍ができて、で手術ができないので、もう余命は半年ぐらいですよっていうふうに言われたんです。娘の余命宣告を受け、悲しみに暮れる田川さんでしたが、治療でつらいはずの当のはるかちゃんは、自分なりの楽しみを見つけながら日々成長するたくましさを持っていました。そんな姿に寄り添い、天国に旅立つまでの5ヶ月間、家族一緒の楽しい時間を目いっぱい作りました。はるかが生まれてきた意味をこう考えるとですね、このやっぱりその終末期の場面が、子どもがもうちょっと楽しく過ごせるような
医療環境にしてほしいとか、親に託したなんか宿題とか課題ではないかというふうに思って、今の活動につながっていったんじゃないかなというふうに思います。この子どもホスピス、独立した施設はまだ全国でも横浜と大阪の2カ所しかありません。医療や福祉などの制度の中にないため、費用面が大きなハードルです。横浜では利用者から受け取るのは1回1,000円、市が土地や看護師の給与を支援し、その他はすべて個人や企業の寄付を集めて運営されています。じゃあ今日は混んでなかった？混んでた？いや、めちゃ混んでした。めちゃ混んでした。先週末訪れたのは、重い心臓病を抱える吉田桃さん16歳。友達の誕生日をお祝いしたいと施設にリクエストしました。母親と離れて初挑戦のケーキ作り。そうだよね、右利きだもんね。そんぐらいいい感じ。全体、あとこっち側をお願いしようかな。スタッフに教えてもらいながら、真剣な表情で最後まで丁寧に作り上げました。盛大に誕生日をお祝いしてもらったのは、8歳になった小麦ちゃん。とっても楽しそうな様子です。さらに、誕生日が近い田川さんも一緒にお祝いしてもらいました。なんかドアップの写真が。怖いのみたいな。熱い思いがこのケーキに込められてますよ。込められてるので。甘い味がします。うん、ケーキ上手にできました。大体これ病気でも子どもたちが子どもらしくいられるように。開設から10ヶ月で施設の利用者は家族を含め延べ300人になりました。こういう命の脅かされた病気病態のお子さんと家族を楽しく過ごせる居場所っていうのをぜひ地域と一緒に作っていくのが理想的かなというふうに考えています。この子どもホスピス、発祥地のイギリスでは各地に充実しているそうです。日本国内でも開設のハードルが下がるように、横浜の施設が一つのモデルケースとなるよう、私たちも地域の中で支えていきたいですね。